ついに大阪万博のリングが7割完成したわ。でも、見てみろこの手すり。わわ、なにこれ、危ないわ。これには、350億円かけ、空き地の侵入防止金網仕様ですか。なんて意見もあるんだ。そもそも大阪万博って、なんでこんな悲惨な状況になったの？それにはあるからくりがあるんだ。ということで今回は、大阪万博のジャマリングがついに完成するも、しょぼすぎる〇〇で批判殺到、そもそもの現況について迫る。それじゃあ、ゆっくりしていってね。来年の大阪万博まで、残りあとわずかね。着々と工事が進んでいるようだな。今回の大阪万博は、四方を海に囲まれたロケーションを活かし、世界とつながる海と空が、印象強く感じられるデザインとしているんだ。へえ、そうなんだ。また、沿岸上の主導線を設け、主導線につながるように離散的に、パビリオンや広場を配置することで、誘致の時からの、非中心、離散の理念を踏襲しつつ、つながりを重ね合わせた、多様でありながら、一つを象徴する会場を創出している。そんなこだわりがあるのね。そして、150の国と25の国際機関をはじめ、企業や NGO、NPO、市民団体等が、世界中から命輝く未来社会への取り組みを持ち寄り、SDGs の達成と、その先の未来を描き出すとのこと。なるほどね。また、コンセプトである People's Living Lab、未来社会の実験場に基づき、カーボンニュートラル、デジタル技術、次世代モビリティなど、最先端の技術や社会システムを、会場や運営、展示等に活用する、未来社会ショーケース事業を行うそうだ。なんだか現代的ね。さらに、AR や VR などの先端技術を活用して、会場を訪れることのできない人でも、大阪万博を体験することのできる、バーチャル万博を実施。会場外から体験できるなんて、今までなかったよね。それはすごいわ。ウォーターワールドの水上ショーや、会場内の施設や通路を用いた、プロジェクションマッピング、全国各地の祭りやパレードなど、賑わいと感動に溢れた、本格的なエンターテインメントが楽しめる万博を創出。盛り上がりそうなものがたくさんね。また、過剰な混雑が生じないよう、電子チケットを活用した入場事前予約制度や、パビリオン予約制度等の導入を検討するなど、平準化に積極的に取り組み、快適な万博体験の実現を目指すとのことだ。あら、そんなことまで考えられているのね。さらに、感染症対策や防災対策、サイバーセキュリティ対策による安全安心の実現、サステナブルやインクルーシブなど、持続可能性に配慮した運営などにも取り組むそうだ。確かに今は、感染対策は大事よね。このように、今回の大阪万博は、VR や AR、電子チケットなどといった、最先端な技術を取り入れているんだ。現代的ですごいわね。そしてついに、350億円かけたシンボル、大屋根リングも7割まで完成したんだ。ようやく完成まであと少しね。大屋根リングは幅30メートルで一周が約2キロ、高さは12から20メートルあり、真上から見た面積は約6万平方メートルで、世界最大級の木造建築物になる。屋根は来場者が歩行できるようになっており、夜間はライトアップされる予定だ。6万平方メートルって、かなりの大きさよね。ただリングに関しては、今年の2月22日、日本建設業連合会の宮本洋一会長が、リング内側のパビリオン等の建設は、これから着工するものも多く、今後すべてのリングが繋がった際には、内側への重機や資材の搬入に、制約が生じると聞いている、と語っている。パビリオンの建設が、さらに遅くならないか心配だわ。さらにこのリングに関して、また新たな問題が飛び出したんだ。今度は一体何なの？リングにつけられた手すりが極めて貧弱で、転落事故が起きかねないという問題が起きたんだ。この問題を最初に指摘した建築エコノミスト、森山隆氏は2月24日、自身の X に、万博木造リングの通路？これで本当に完成形か？などと投稿し、安全性に疑問を呈している。確かにこのリングは危ないわね。本当に大丈夫なの？また、このリングに関して森山氏は、最初に大屋根リングの手すりを見たとき、これは仮説なのかな？と思ってしまう作りだった。そのため、疑問を呈する意味もあり、X に投稿しました。気になりすぎて投稿したのね。この大屋根リングは、仮説にしてはボルト止めもしてあり、発表されている図面でもこのような作りだ。万博協会から私の X に何も言ってこないので、このままなのかなと思っています。とのことだ。
そこで森山氏は気になり、万博協会に問い合わせたそうだ。すると、手すりは、こちらの仕様になりますとの回答だったとのこと。ということは、仮説ではなかったってこと？これで完成なら本当にヤバいんじゃないの？これに森山氏は、350億円かけて、空き地の侵入防止金網仕様ですか？と苦笑しているんだ。そりゃそうよね、多額なお金をかけて何してるのよ。これにより、経済担当記者がこう指摘する。リングの長さはおよそ2キロあり、当然、すべてに人の目が届くわけではありません。そのような状況で、子供たちがよじ登ったり、大人が悪ふざけで思いっきり寄りかかったりすれば、転落事故などが起きかねません。本当にその通りよ。一体どうするつもりかしらね。また大阪府は、府内在住、在学で、4歳から高校生までの全員を、万博に無料で招待すると発表しているんだ。それなら子供が増えるのに、そんな細い手すりで大丈夫なの？そのため、SNS には、万博って、水増しのために子供らを大量に動員するんだよね。その子供らがもしこの手すりとかのせいで、大事になったりしたら、知らねえぞ。といった声が上がっている。そりゃそうよ。また、子供に関する投稿以外にも声が上がっており、子供の転落のリスクもそうだが、こんな土台との固定もしっかりしてそうもない策では、多くの人が寄りかかったら、などといった、安全性に疑問を持つ声が多数寄せられている。もう見てられないわ。リングを視察した吉村博文知事は、圧倒的な唯一無二の木造建築物になると絶賛。2800万人の来場者が、荘厳な世界最大級の木造リングを目の当たりにし、リングスカイウォークを体験した時の評価が、どうなるか楽しみだ。などと投稿している。しかし、安全管理がおざなりでは不安しか残らない。こんな危ないリングで、絶賛しているのにびっくりだわ。今回の大阪万博では、こうした大屋根リングの危なさなど、いろいろな問題がどんどん出てきているんだ。本当にキリがないわよ。この大阪万博をめぐって、日本のダメな部分が見えてきているんだ。話を少し戻すと、2023年11月半ばには、メキシコとエストニアが撤退したと、日本政府が表明したほか、万博の建設費は膨らみ続け、建設費が当初に比べて、最大500億円増えることが判明していたんだ。経費が増えすぎでしょ。そして、パビリオンの建設をめぐっては、参加国からも不満の声が噴出し始めている。どんな不満の声が出ているの？大阪万博のパビリオンで、タイプ X が新たに作られたのは知っているか？もちろん知っているわ。確かあれは、パビリオン建設の業者を見つけられず、予算にも限りがある参加国へ、万博主催者側が提案したものよね。このタイプ X の費用は、1平方メートルあたり80万円となっているが、実はこれが新たな問題となっているんだ。そうなの？1平方メートルあたり80万円というタイプ X は、期間限定の建物にもかかわらず、ヨーロッパの基本的な倉庫よりも、10倍も高いそうだ。あらら、なんなのそれ。ターナー&タウンゼントの建設価格表によれば、タイプ X パビリオンの建設費は、リゾートホテルや、高級車のショールームよりも高く、東京の総合病院の2倍もするとのこと。タイプ X は簡易的な箱物の作りのはずなのに、そんなにお金がかかるなんて。主催者は参加希望国を助けるのではなく、金をむしり取ろうとしているのか？と、疑問に思うほどだな。本当にその通りよ。2018年11月23日、大阪が2025年万博の開催を決めたとき、日本人は、プロモーションのチャンスだと考えた。大阪万博を支援する企業は、世界的な評判が高まることを期待して、熱狂的に参加した。確かに大阪万博が決まったときは、素直に嬉しかったよね。だが、実際には大阪は2つの開候補である、ロシアのエカテリンブルグと、アゼルバイジャンのバクーに、買っただけのことだったんだ。この3都市の経済的な重みを考えれば、トヨタがスケートボードと自転車に買ったようなものだ。そうだったんだ。最近の建築家は、社会や地球にとって持続可能で、意味のあるものを作りたがっているように見えるんだ。大阪万博は輝きを放つ機会ではなく、最悪の日本のショーケースと化し始めている。企業にとっては、イメージアップどころか、イメージダウンになるかもしれないわね。そして2023年11月14日と15日の2日間、大阪で行われた国際参加者会議、IPM の後、日本と参加国の当局は、物事が順調に進んでいると主張した。しかし、海外のプロジェクトマネージャーたちは、不満と怒りをあらわにしている。
全然順調に進んでいないよね。この2日間、IPM は我々の最も深刻な問題である、請負業者の確保と、経費の抑制に取り組まなかったと嘆いているんだ。そりゃ怒るわ。大阪万博はすでに、当初の計画から逸脱し始めている。約56のパビリオンは、当初すべて各国が直接担当する、タイプ A になるはずだったが、コストと時間の制約から、最大25のパビリオンは、主催者が提供する、タイプ X となってしまった。資材が高騰してたり、仕方ないにしても残念だわ。建設許可を取るのに3、4ヶ月もかかるため、迅速に進める方法がとにかく必要だ。また、建設が認可されるには4つの許可が必要だが、すべて日本語で、当局からの助けは何もない。その過程で多くの国が迷子になっている。そうなの。せめて英語で案内してあげないと。こうしたことから日本人は、計画が決まれば非常に正確で信頼できるが、例外的なケースに対応するのは、苦手な傾向にあると言われている。言われてみればそうかもね。問題は、万博が例外の集まりに過ぎないということだ。どの国も独自の規制や手続きを持ち、何か新しいものを見せたいと考えている。ふむふむ、万博にはオリジナリティがつきもののため、参加国は、開催都市が自国のルールの例外を、受け入れてくれることを期待している。しかし、日本はそれに消極的なため、建設が始まれば、日本がいかに超効率的であるかを示すことになると思う。超効率的っていい皮肉だわ。参加国は、日本の建設会社の消極的な姿勢にも驚いている。建設会社は大阪万博を受け入れ、自分たちの技術を世界にアピールするものだと思っていた。しかし大手ゼネコンは、万博を真剣に捉えていないように見える。そうなの？何十年も続くビジネスチャンスに満ちた。シンプルな建物を日本のクライアントに提供できるのに、なぜ海外のクライアントのために、一時的で難しい建物を、作らないといけないのだろうか、と考えているんだ。わざわざ面倒な仕事は、請負いたくないのね。海外勢の要望に応えるのは、参加国の傲慢さによってより難しくなっている。と日本のゼネコン幹部は言っている。ゼネコン幹部は30以上のパビリオンの提案を断り、どこの担当者も真剣さがなかったというんだ。あらら、一体何があったのかしら？3年前、私は彼らに期限を守るよう明確なスケジュールを提示したが、彼らは聞く耳を持たなかった。今はもう時間がない。と述べている。また、ゼネコンの大林組、竹中工務店、清水建設は、タイプ X パビリオンの調達支援にのみ参加する予定だという。タイプ X なら形が決まっているから、建てるのが簡単だものね。大阪万博はすでに、2005年に愛知で開催された、愛知九博との比較に苦しんでいる。愛知万博はローカルな博覧会で、来場者の 95% が日本人で、全体の 53% が東海地方から訪れていた。それでも主催者側は、市民社会を巻き込むことに苦心し、日本人に万博へのコミットメントを感じさせた。大阪万博は世界の企業相手だから、大変そうね。こうした問題や、経費が膨らんでいることが目立つが、万博の主催者は状況を隠そうと必死のようだ。メキシコとエストニアが、万博から撤退したのが明らかになると、地味花子万博担当相は、5カ国が参加したと反論した。なんだか小さな反論に見えるわ。新たに参加したデンマーク、フィンランド、ノルウェー、アイスランド、スウェーデンは、単独ではなく、共同で北欧パビリオンを出す予定だ。じゃあ実質一つパビリオンが増えた、ってことじゃない。その他にも問題が山積みとなっており、参加者のためのホテルの部屋不足、万博のためのスタッフ不足、夢島への輸送の難しさなどがある。まだまだキリがなさそうね。止めるべきだとわかっていても、誰も中止の責任を取る勇気はない状況だな。費用が上がったり、大屋根リングがカスカスだったりと、そもそもなんで大阪万博は、こんなにも悲惨な状況になったの？大阪万博がこんなに悲惨になった理由は、あるからくりがあるんだ。一体どんなからくりなの？じゃあそのからくりについて説明しよう。話は少し昔に戻るが、2020年に行われた東京オリンピックは、最初の頃は開催費用が、総額7340億円になると見積もられていた。コンパクトで低コストなオリンピックを、アピールしていたわね。しかし、大会延期前の2019年12月には、これが1兆3500億円に上方修正されており、ほぼ2倍に膨れ上がっているんだ。いきなり費用が上がっているわ。しかもその後、会計検査院は、
最終的な費用総額が、それよりも著しく高い、3兆円を上回る額になると指摘し、日本経済新聞や朝日新聞などが、これを報じていたとのことである。7340億円から3兆円なんて、安く見積もりすぎているわ。そもそも関連経費が、本来の大会経費とほぼ同じというのはおかしい。例えば3000万円で、住宅建設を請け負った建築業者から、関連経費で3000万円かかったので、合計6000万円払ってくださいと請求されたらどうであろうか？予算が3000万円のはずなのに、おかしいわね。しかも、3000万円のはずの建築費が、6000万円に跳ね上がり、建築費と同じ6000万円の関連経費が上乗せされれば、当初見積もりの4倍の、1億2000万円の支払いになる。そんなこと言われたら、ふざけんな、って言っちゃうわ。当初、7340億円でできます、と広く宣伝されたオリンピックが、結局3兆円払ってください、となったのはそのようなことなんだ。そういったからくりだったのね。大阪万博においてもすでに、809億円足す1250億円で2059億円だったものが、1160億円足す2350億円で3510億円となり、これからどこまで膨らむのかわからない状況だ。しかも、これには関連経費が含まれていないんだ。大阪万博も同じからくりなわけね。また、東京オリンピック開催時よりも、現在インフレ傾向が強まっているのは事実だが、予算というものは、想定外のことに対して予備費のような、のりしろを準備しておくのが鉄則である。もしものためにも必要なものよね。しかしそれを無視して、ギリギリの予算を組んで、費用を小さく見せかけようとするため、まるで詐欺のように費用が膨れ上がるのだ。本当に恐ろしいからくりだわ。大阪万博の建設費足す運営費は、すでに約7割も上昇しているが、民間の住宅、マンションの建築費は、そこまで上昇していない。大阪万博の費用だけ上がっているの？建設物価を見てみると、2015年度平均の100に対して、2023年は126であり、上昇率は 26% に過ぎない。なら大阪万博の建築費が急増しているのは、怪しく感じちゃうわね。また、建設業界の人手不足が深刻なのは事実だが、彼らの給与が7割も上がっているわけではない。むしろ建設業界の労働者は安く使われているから、人手不足になるのだと考えられる。安くて重労働だったら、なり手が少なくなるのは当然だわ。そのため、膨れ上がる経費は一体どこに吸い込まれているのか？と国民が疑問に感じている。このような問題が、オリンピック、万博など、大規模イベントの度に繰り返されるのはたまったもんじゃない。本当にその通りだわ。少なくとも費用対効果について、計画段階でしっかりと見つめることが不可欠だと考える。そして、そのしっかりと見つめた計画を、ブレることなく着実に遂行すべきだな。しかし、これまで改善が見られない、政府の運営主体に任せたままではどうしようもない。一体どうするべきなの？まず、建設費が膨れ上がる原因としては、発注者側の知識不足があると考えられる。どういうこと？例えば、注文住宅を建てようとした時に、注文者が建築関連法規、建築材料、工法をはじめとする分野に、十分な知識を持っているケースは稀だ。確かに。そのため、注文者自身が最適な計画、予算を組むことはほぼ不可能だと言える。結局のところ、建築業者が提示する、A 案、B 案、C 案などから選ぶしかない。だが、建築予算が最小限で最大のパフォーマンスを発揮するプランだと、業者が儲からない。むしろ建築費が高くなった方が、業者にとって美味しいケースが大半だ。建築業者の言いなりになるしかないわよね。また、高額な予算であると受注が難しい場合は、安い予算を提示するケースが多い。しかし結局、施工途中で欲が出てしまい、あれもこれもと言いながら、どうしても必要な追加工事が、多数発生することになる。なるほどね。このような業者側の戦略に対して、建築、施工の知識が乏しい注文者は、有効な対抗手段を持たない。そのような建築、建設業において注目されるのが、コンストラクションマネジメントなんだ。コンストラクションマネジメント？高騰する建設費には、コンストラクションマネジメント方式で対応すべきなんだ。何？どういうこと？例えば、米国のスポーツ選手は、エージェントを雇うのが一般的だが、エージェントはあくまで選手側の立場に立ち、選手にとっての最高の条件を、球団などの雇用側から獲得するのが仕事である。ふむふむ。
同じようにコンストラクションマネジメントにおいても、エージェントは 100% 施工主のために、ゼネコンなどの受注側から、最高の条件を引き出すように努力するんだ。もちろん、そのために必要な最適なプランの設計も行われる。なるほどね、信頼できるエージェントに、プランを立ててもらえばいいんだ。そして、高騰する費用を抑制するためには、少なくとも業者と同じだけの、情報、専門知識を持ち、プロジェクトを管理できる、優秀な人材を導入する必要がある。つまり発注する国や自治体に、もっと知恵が必要ということね。そこが、スタート地点であるとも言えるな。オリンピックの反省を生かして、大阪万博はぜひ成功させてほしいわね。みんなは大阪万博についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。